国土交通省北海道開発局長や国土交通省北海道局長を務めた。北海道札幌市出身。1980年北海道札幌西高等学校卒業。1984年北海道大学工学部土木工学科卒業。1986年北海道大学大学院工学研究科土木工学専攻修了。 北海道開発庁入庁。1994年、北海道開発局室蘭開発建設部、苫小牧道路事務所、第一工事課長。1995年、北海道開発局、建設部道路計画化開発専門官。1999年、北海道開発局、小樽開発建設部道路課長。2001年、国土交通省、 北海道局地政化開発専門館2003年国土交通省北海道開発局建設部道路計画課課長補佐2004年国土交通省北海道開発局建設部道路計画課道路調査官2007年国土交通省北海道開発局函館開発建設部次長2009年国土交通省関東地方整備局 横浜国道事務所長。2012年国土交通省北海道開発局建設部道路計画課長。2015年国土交通省北海道局地政課長。2017年国土交通省北海道開発局長。2018年国土交通省北海道局長内閣官房内閣審議官内閣官房アイヌ総合政策室室長代理。 2019年北海道知事選挙では自由民主党、北海道支部連合会から出馬要請を受け、高橋晴美北海道知事からも自民党の同義の半分以上が泉局長の要請をしたことは重く受け止めてほしいとされたが、候補者一本化の目途が立たなかったこともあり、出馬を誇示した。2019年、プライムインターナショナルジャパン取締役。 2020年中ドリース取締役エコモットコモン自由民主党北海道第4選挙区支部参与2021年北海道建設業信用保証理事ありがとうございます